坪内敏貞は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大臣旗元、尾張国松倉城主、京図山陽に、記載の坪内敏之と同一人と思われる、尾張羽栗軍、松倉生まれという、鉄砲術に優れていたという、戦国期の松倉城は、尾張と美濃の境にあり、戦略上重要な地であった。敏貞は、 織田信長に仕え、境川沿いの国人をまとめ上げる役割を担っていたという。国人衆には、八須賀まっさかつ、前の長安、大沢二郎左衛門、松原匠、日比野六太夫、青山新七などがいたという。当時これら国人衆を川波衆と称した歴史的事実はない。A62 年。 十網を残殺した罪で、出資停止処分を受け浪人暮らしをしていた、前田利家をかばい、しばらく、松倉城に住まわせたという。伝承によれば、永禄九年、木下東吉郎による砂又城追記の際、基礎山中より木材を流し、松倉にて、陸揚げ、加工を施してから再び川に流し、砂又に送るという、重要な役割を果たす。これが、 稲葉山城攻略の大きな手助けになったとされる。張馬国平定戦で、秀吉が年貞の軍港を、他人の軍港と見誤ったことなどから、信長の死後、秀吉と不和となり、天正十二年の小牧長久手の戦いでは、秀吉の直進としてではなく、秀吉方に属した金山城主、森長吉の下につく。しかし、東葛戦で、 長吉が戦死したために浪人となり、天正18年に徳川家康に召し出されて使え、和佐国、武蔵国において3400国を領した。慶長5年、徳川家康の合図征伐に、鉄砲隊を率いて参戦。関ヶ原の戦いでは、東軍東海道本隊に属し、鉄砲隊を率いて、功績を挙げる。この功績により、美のは軍、 鏡群二十村の六千五百国を治める、大見旗本となり、同年、拠点を、松倉城から、鏡群新加納の新加納寺屋に移す。坪内氏は、明治初期の藩石奉還まで、大新旗本として存続する。旗本坪内下墓所新加納神屋公園後の、美濃羽栗群松倉、玄岐府県鏡ヶ原市。ありがとうございます。